軽くなりましたね。軽くなったね。いやー、やっぱりどこの選挙行っても楽しいですね。楽しいですか。一つの選挙が違って、うん、日本全国の選挙を渡り歩くのは、うん、本当にいろんな情報が聞けてワクワクしますね。いろんな情報が聞けて。でも選挙ってさ、その地域のさ、色が本当出るよね。うん、そうですね。また違いますね。うん、やり方違います。普通にその観光とかでさ、行くんじゃなくてさ、こうやって何、選挙っていうさ、大事なね。どういう雰囲気でやるかっていうのも、その土地の、うん、その土地の社会性とかさ、うん、地域性とかさ、人間性とかさ。片岡先生、お眠です。聞こえてるかな。あ、聞こえてるね。オッケー。じゃあ、これでいいとりあえず。そうですね。うん、今の話を聞くと、その、なんていうの？あ、そう、だから、普通は、今までずっと来てた人が、はい、その、来なくなったら、その人個人に何かあったんかなっていうふうに考えるわけよ。はい、うん、ね、そうじゃないのよ、うん。だからその人がずっと逆にそのいい感じで来てくれてた人が違う動き方をしたら、そこでその人の動きから逆算して何が起こってるかっていうことを把握しないとダメなんだよ、はい、うん、そうなんですね。それがあの普通の日常生活と政治の違い。人の動きを見て、うん、その背後にあるものを見る。片岡先生、片岡君、お泊まりに来たのね。お泊まりに来たんじゃないわざわざ東京からお泊まりには来ない。岡崎までお泊まり。仕事しながら。生活動ですよ。まあ、空いた日があったら多分、おそらく全部の日にち政治活動行ってると思いますよ。休みなしだもんね。遠国に関わり始めた時から。そうだよね、実際に。オフの人とないですからね。ないね、見てる限り。友達と遊んだ日は1日2日とかあるでしょうけど、それ以外は大体動いてると思いますね。政治活動はあったら。なので岡崎に。アビコにも鳥でも行ったもんな。アビコも鳥でも行った。政治活動できてはないです。一応言ってるんですよ。先ほどヨギ君のライブがあったのでヨギ君に質問したように党首辞任の件は違うとのことです。あ、ありがとうございます佐藤さん。そう、党首辞任なんて言ってたんですか。うん、なんか誰かがチームコメントで、そうそうそう、全部落ちたら辞任ってことです、ね。あ、そうなの。それを言ってました。え、全部っていうのは、もう一個あったはずなんですね、うん。ただもう一個が出るか出ないか微妙で、うん。でも結局なんかやっぱりあのね、っていうか立花が言ってさ、その政治団体いくつもできているけどさ、はい、選挙を一つもなかなかやっぱやりきるのが大変だっていうのはさ、分かってきたんじゃないの？うん、あの美濃は頑張ってたけどね、仕事をね。賛成と惨敗。え、それはあれか。賛成と出たんですか。うん。つくばですか。つくばじゃなく、つくばまだ始まってない。あの、あそこ。いわきでしょ。三田か。三田か。あー。三田、うん。うん。あの、秋広さん。うん。誰でしたっけ、三田のあの、三田市議選で元維新の現職が惨敗。なるほど。山田明宏さん、受かったんですか。山田どうなった。山田明宏さんが151。151。おお、すごいね。151も取ってないですね。151票。みんなが党首の気持ちでみたいな感じで発言したら、発言でも嘘つきみたいな声が大きかったので動画削除したの。山田明宏さんは、最下位。まあ、だから山田もさ、自分がさ、その京都で出てさ、勘違いしたと思うんだよね、うん。俺は国政選挙のね、候補者に値するって言って勘違いしたと思うんだけど、まあこの数字を見ればね、まあ自分の実力がね、どんなんかってね、よくわかるんじゃないですか。
党のバックがあるってすごいことなんですよ。うん、チラシ見ましたけど、うん、でも僕よりも経済政策について、僕よりも経済について勉強してる人はいないって言ってたからね。俺とだ原と山田と黒瀬と俺と4人で、うん、都庁で記者会見、参院選の時に都庁で記者会見する時に、山田さんもなんか ADHD とか、うんうんうん、山田さん嘘つきなんですか？そうなんだ。知らない。サットンさんみたいで、山田さん嘘つきですからね。山田さん。サットン、なんかもうとりあえずサットンのコメントだけ読んでいったらいいかな。ほんまちょっと最近そういう気持ちなのもない。すごいね、シンプルなのよ。お会いしたことないです。うん。供託金は、供託金でも151票とかだとやばいんじゃないの？どうなん？サンダ。供託没収点は。うん。出ないんじゃないかな、うん、か数字的には、うん、募集されたら結構痛いですよね。計算してみたら分からんけど、まあ俺はあのね、ざまあ見やがれとかそういうこと言わないけども、一番経済勉強されてるんですね。すごいですね。そうそう、山田があの要するにね、竹原がリートマス試験士になってくれてて、竹原の件で俺と竹原がまあなってなった時に、竹原を明らかに擁護してた人が2人いて、それが大久保と山田なんだよね。君たちそこは笑ったらダメなとこだよ。それ失礼な、もうダメだよそんなね。素晴らしい。それ見て、あ、やっぱり俺が正しいなとかそういう判断するわけですよ。どう考えても 100% 俺が正しい。うん、でそこでやっぱ一人でも、例えばサットンさんとかがね、いやいや尾崎さんね、竹原さんのねいいとこもあるんですよとか書いてたら、あ、そっか、やっぱ俺が間違ってんのかなって。俺はあの結構流されやすいタイプなんで。供託金余裕で没収か。余裕で没収です。余裕で没収やって、ね、うん、痛いですね。公費負担と信頼感高いって、あの要するにあのサットンは本当にはっきりもの言うから、佐藤さん正直ですね。いや、そう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 、そうなのよ。そういうこと。うん。賛成とは今後に影響出るレベルで、まあ、全体考えられてる感じがします。佐藤さんは正直な感じ。だれだれ。白菜は結構すっごいいろいろ考えるタイプなんで。そうで、佐藤はそういうね、あの戦略とかないからね。ストレートにもうね。う、うん、私の世界も。うん。敵を知り、己を知れば百戦危うからず、山田さん。うん、最初、サットンさんにもっと N 国のことを知ってくださいって言ってました。君がサットンに言ってたの。それって。って言ったの、言ったの君が。すごいな。今では、良い思い出です。やっぱり怖いもの知らずっていうのがすごいよね、やっぱり。笑ってる、サットンが。N 国の子、サットンに N 国の子のもっと知ってくださいと言ってないや。やっぱ片岡すげえわ。欠物やわ。ある意味最高や。賛成とは金儲け、市場主義が見えるから支持できないっていう風になるよね、当然ね。いや、これね、新規とか新規じゃないとかじゃないですよ。その時、思ったこと言っただけなんです。やっぱ無知は力なり。力で。現職じゃなくて、元職だよね。いやー、さっきまで、ちょっと濃い話してたから。いや、だいぶ濃い話でしたね。今の方は。そうなんですか。あ、佐藤がヤスさんとやり合った。え、あったっけ。佐藤は多分そういうの全部覚えてると思う。楽しそう、尾崎先生がこんなに笑ってるの初めて。さっきまでちょっとね、結構しんどい話してたんで。だいぶしんどい。いろんな人とやり合ってるの分かんないもん。こいつ考えてないかね、そのツイッター上でやり合ってる時とか。多分相手が誰かとか全然考えてないでしょ。忖度とか一切ない。全くないです。うん、
あとはおかしいね、こいつ。人格が。自分も初期の頃は多分そうだったんですけど、ただ最近多分忖度を覚え始めてきて、うん、じゃあちょっとぐらいは考えた方がいいで。ちょっとぐらいは考えます。ちょっとぐらい考えた方がいいで。自分の意見は負けない。でも山田さん政治家諦めてなかったのですねって。それはだって経済政策一番勉強されてる。そうでしょう。それをね、俺の前で言うってね、すごくないでも本当に。だやっぱり世の中っていろんな人いるんだなと思ってさ。うん、うちは力ない。うん。素晴らしいですよね。新規政党って言っても候補者は各市の資源職議員を立ててるからちょいせこい、うん、まだ本当に覚えてない。いつの話なんですかね。何の話題だろう。山田さんは令和に公認もらいに行ってたからな。あれはねすごかったよね。本当もらえたんですか。もらえるはずないやろそんな。令和舐めたらあかんで一応。だってうちより一人議員多いんだから、ね、多いんだから。だいたいだいたいだってうちはさ、あれでしょ、その比例区でさ、100万取れてないけど、令和は220万ぐらい取ってるんで、うちの倍以上の、倍以上の政治勢力なんだよ、うん。なんでそこでそのさ、岩城も現職出すつもりやったけど、そうなんだ。そういう方式なんか、じゃあやっぱりダメだね、参政党も、うんうん。やっぱそれで言うと、なんかだん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 さ、ね、うちがどんだけすげえかっていうのがね、あの逆説的に分かってくるよね。現職出すつもりだったけどってどういうことですか。だからいわきもだから現職出すつもりがあったけど、参政党がそれ出さなかったってことでしょ。そう、自分にね実力があるって勘違いしてるんですよ。山田さん懐かしいな。いや懐かしいですね。俺すごい覚えてるのが、今もチャットワークちょっと見方も分からんねんけど、山田がなんか大橋の批判をした時に、あの大橋が誰にもの言ってんねん、誰に口聞いてんじゃんみたいなことをチャットワークで投げて。チャットワークで投げた、うん、チャットワークで投げて。いやどっちもどっちだけど、どっちもどっちだけどって感じ、すごい覚えてる。山田がねなんかね、いや普通にまああのバカ丸出しで普通に丁寧にあの多分大橋を批判してただけなんだけど、誰かチャットワークで大橋さんを批判してたの。そうそうそう、佐藤さん思い出しました、うん、直接民主制の件でした。当主の動画を見ろとみたいな感じでしたが、私の方が見てました。そうで、米印やっさんさんは佐藤さんに返したんだ。もっと僕のことをちゃんと理解した方がいいんじゃないですか。動画見てください。私の方が見てましたとかいいよね。無所属を引き込んでね、無所属とかを引き込んで出すのが賛成と、今回のサンダで元維新でボロ負け。なるほどね。うーん、元維新なんですね。賛成できなかったじゃんね。賛成できなかったですね。楽しいな。サンダってね。ん？兵庫県。兵庫です。兵庫県。兵庫県のちょっと西の方やな。うん、なるほど。兵庫維新強くないんですか？まあ大阪と比べたらね。で元維新でしょ。だから多分前回落ちてる人でしょ。多分。維新っていうのがそもそもあのどこでもいいから議員になりたい人のあの廃品回収場みたいなところだから。関東とかじゃないと寂しいんじゃないですか。ん？関東とかじゃないと知名度ないんじゃないですか。まあね、維新は2人とも当選してんのか。参政党のおかげで N 国の凄さが際立つ。ありがとうございます。そうですね、参政党で受かんなかったんですね。参政党は、主要メンバーもネット界隈の YouTuber だし、現実世界での知名度ばっかり。現実世界での知名度ないんですよ。あのね、あれなんだよ、結局ね、やっぱり和也とかがトップを切って選挙に出ないとダメなんですよ、うんうん、そんなね、だから立花は何回負けてると思ってんね、選挙で。でしょ、何回負けても出てきてるわけでしょ。やっぱその
YouTuber でそこそこ有名とかになると負けたくないんだよね。うん、で、その段階で負けてるわけよ。だから、それ立候補しないと勝てないんだから。で、だから自分の、まあ言ってみたら手下みたいなのをね、出すわけじゃん。その、まあ橋本方式なんか完全にそうじゃん。で、それではやっぱりね、申し訳ないけど、普通にちゃんと見てる人はついてこないよ。初で歩党も、の箕面も彼すとごしてかった。は市議ぐらいですよね。まあまあ、いや、だからそれはやりようがいろいろあるから、どんな形でもいいと思うんだけどね。和也君、裏方でプロデュースに専念する感じですね。だから、裏方で専念にプロデュースする人が一番有名だったらダメじゃんっていうことじゃん。消防庁の箕面はすごかったと思いますよ。くっつかないですかね、風さん。うちに来たらいいと思うけはどい、な。好き N です国けど泥ね。臭いの匂い、N コックの人、結構みんな、和也さん好きなんじゃないです俺か。は嫌いじゃないよ。俺も好きですけど、結構見てま すマし。ドンナ、サットンさん、そこにそんな。金髪の山田さんの選挙に竹原は関わってないと思うけどね。サンダー宝塚の隣あ、か。春日。それはよかった。今日から頑張ります。あ、親方来た。また来た。ニンクラさんが。腹黒にくださないで。そう、早いことに来腹 る。黒い方の。祖母党はすごかった。戸田も取りそう。戸田なんかむっ戸ちゃ田美多分人。取り戸田そうですはあね。れもなんか、祖母党であろうが、どこであろうが、あの顔で人通通りるまやすろ。よ、どこでも。茨城摂津町田、他の人立は花通党りま首落す。選、まだまだあった、もう山のようにありますよ。尾崎さんの言う通り、政党は誰を総理にしたいみたいなものがないとダメですよね。少なくとも近代政党を目指すなら、そうですね。N 国に行くって怖。だやっぱり、ヤクザ組織と一緒なので、大きくなってね、都市行ったら、党首がね、それはもう、僕がそんなん党首に行かせれないのでね、組長に行かせれないので僕が行きますとかっていう人が出てきてやるんだったらいいけど、最初から組もない段階から、お前行けとか言って、誰が行くのよ、そんな。そうですね。モンド君がこれか。サットンさん、上げるとどこまでも登るから、あまり持ち上げないでね。国竹会蔵とがか配で、信で本音をポロリ、北海日道本和本也気でさんが変えいたたらいいいんならじゃ自ない民です党に入るべきだって。衆院選。まあね。和也さん。まあ、じゃあ言い換えましょうか。日本を本気で変えたいなら自民党を、M&A すべきですね。そうですね。入っても何もできないです。枝は束ねても気にならず。そりゃそうです。なんか候補者の人間性が見えるんすよね、N 国。それが強い。消防党も実はそうなんだけど、なるほど。小高さん曰くカリスマは2人いらない。カリス候補マを者否の定人する間参性政や党ばはいでですす。よなるね、ほどこれ。ね。候補者の人間性が見えすぎて。小高さん曰くいカびリきス配マは信。2人いらない。カリスマを否定する参政党ははてなっていう。参政党のカリスマは和也さんですよね。まあ、と思うけどまあ、ね。でも、それ和也を、さんでは、じゃ和ない？也が、やっぱ性格がいいから、他の人たちも立てるから、なんか、うまいこと、その、上位チェックすどうる。いうふうに言ったんやろ、こカリスマっていうう、か。集団指導体制みたいになってるけども、まあ、圧倒的に、やっぱりそれは和也でしょまあ、そうでしょうね。う。そうなっちゃいますよね。それが他自の然人だと思をあんうまね。り知らないですし。片岡が来ると楽しいな。楽しいですね。いや、ありがとうございます、本当に。ザそんなトン、ことを言ってくださるなんて。サットンに向かって、サットンに向かって、N 国のことをもっと知ってください。もう俺も本当サタサタさせん。オールナイト岡崎 そう、ちょっとね、お昼に温泉に入ったから眠いと思ってたら多分違うんだよね、なんかね。いろいろちょっとね、しょいすぎてね、重かっそうたですのが、今ね。ちょっとね、お二人にね、だいぶ荷物下ろしたんで。え、どうしたんですか？処和されたのに。まあ、あま片り、岡君だいぶしょったよね、今回。あまり背負ってるつもりはないですけど、今。まあでも面白いですね、本当に。こ面白いれ、これ、よ。これ、いや、もうね。This is 政治ですよ。そう、これこそ政治政治。は、面白いですね。参政党は金を出す会員しか意見できない、ゴールド会員しかだけしか意見できない、それすげえな。おお、そういうシステムなんだ。うちもそうしようかゴールドな。会員って。ゴールド会員って。
1万円出さないと。堀市民も、堀市民もそうなるんじゃないですか、流れ的に言うと。で、それ、穂高もそれを察知して、お金集めるっていうよりか、どっちかってお金を配らなあかんのちゃうかって言ってるんでしょ。ああ、そういうことか。うん、そういうことだよ。なるほど。うん、なるほど。それは分かんないよ。堀市民は回答した方が良いと思ってます。うこんまたぶっこんできた。ぶっこんできたな。ぶっこんできましたね。それはね、ちょっと申し訳ないけどね、うこんね、俺の立場からコメントできないわ。これも難しいな。お金集めるの、集めるっていう、そういうのは結構反対は反対なんですけど。お金はね。扱い方次第で難しいからね。お金はね、だからその桁がやっぱりその。SSZ のアンコールの会間違いない。プレあの多分 SUZ さんは。SE か。SEZ さん。あ、サブさん。うん、MUZ さん、SUZ さんはゴールド会員多分プラチナ会員じゃないですか。プラチナですね。プラチナ会員だと思う、多分。やめとくわ。なんなら尾崎さんここに来てますからね。え、尾崎さんここに来るぐらいですから。そうだよ。でもまあやっぱ流れ的に、まあもちろん来るつもりではいたけど、まあ、MUZ のその脅迫がなければギリギリまでどうするか考えてたみたいな、うん、まあ、前日のうちに決めたからね。そうですね、うん、でも結果オーライです。本当に結果オーライです。お家さんの看板は今回の騒動で傷がついたな。餃子問題かな。餃子問題、あれ、どうな自分よくわかんない。俺もね、正直覚えてないんだけど、あれですよね、餃子店でマスクを一もんじゃ買って、で、まあ、マスクしないと入店できないお店があって、で、その中入ってからそのどういうタイミングで外せるんですかみたいな、なんだかな、聞こうとしたらもうめんどくさいからみたいな感じで、今回はでも、はい、ホリエモン叩かれてもしゃあないかなと思うけどね。まあ自分も叩かれても仕方ないと思う部分は、店名を分かる、はい、分かるぐらい。あれさ、俺全然知らないけどさ、昨日もその話をしてて、あの下かが宇崎さんはもう分かってて、事情もよう知らないけど、まず知りたいのが、ツイッターにさっきあげたのはホリエモンなの、餃子屋さんなの。どっちなんだろう。どっちが先にあげたの、ツイッターにさっきにあげたの。ツイッターに先にあげたの。うん。わし分かる。そこなんだよね。そこが全てでしょ。そこですかね。うん、でも、YouTube も SNS も。あ、YouTube でも、YouTube でも、まあ、どっちでもいいけど、その SNS に先にあげたのはどっちなの。どっちなのかね。それが結局火種になってるから。だとしたら、まあ、まあ賢くないかなっていう感じだね、うん、今回については。で、その、論理的に正しい、正しくないっていう話じゃないですね。なくて。それは、あの、マスク、だから、その、店なんか、マスクなんかつけなくてもいいっていうふうに、個人的に思ってたとしても、それはでも、その、お店をどうやって経営するかなっていうのは、それは、お店の人が決めることなわけであって。そこへあえて、うん、客関係ないからね。うん、突っ込んでくる。だから、例えばここでさ、ね、俺らが、ね、尾崎ハウス誰でも泊まれますって書いてたとしてもだよ、自分たちが嫌だなと思いと入れたら来たらさ、いや変えてくださいって言うの、それとも何でですよね。まあ、まあ、そうですね。店名を完全に分からない状態でその悪口を言うんだ、笑う悪口っていうか、そのいや店名はあんま関係ない、うん、どっちにしろだって店名関係ないですから、特定されるもん。数字のなんか数字の状態やって書いたじゃん、うん、あれもだから、まあ、結構感じ悪いよね。余一餃子って書けばいいわけでしょ、うん、やるんだったらきっちりと、そうそう、やるんだったら別に最初からやればいいわけで、隠さずにで、出さないなら出さないで、で、あの説明ではようわからんかったの。まあ、あんま、まあでもまずお店の人の考え、うん、まあ、で、その後にそのお店の人のブログで堀江さんの写真を勝手に使ってみたいな。あ、そうなんだ。防犯カメラとか。まあ確かにね、その休業っていう実害が、うん、
この辺がね、難しいとこっすよね。ああ、だからね、普通選挙制と真逆のことを考えてる可能性はあると思うよ、参政党が。その餃子の、このトラブルについて、このコメント欄の方に、見てる方に、ちょっと意見を聞きたいです。ああ、聞いてみて。俺は別にどっちでもいいから。その、どう思われてるのか、すごく気になりますね。ああ、休業という実態が出てるし、自分もさっき、カモフラチャンネルさん見てたんですけど、斉藤さんのことをちょっと言及されてました。だからその、休業に追い込まれたのが、その、騒動で騒いだ人間が原因なのかね。そうですね。そう。そこで2人が問題があっても、騒ぐ人間がいなければ休業にならないわけだから。騒ぐ人間が原因です。そう。電話番号を公開してるんで、ツイッターのプロフィールにも書いてますし、それでやっぱり電話が鳴りやまない。下かがなんかすごい詳しいらしいから、電話してくる、電話しようか、下か。無言電話とか、そういうなんか、裏電話とか、あと、Google マップで、要は、ねえ、その に星1ばっかりつけるみたいな、そういうことを。何らかしらの、ね、そういう第三者の行為があるからこそ、休業をに追い込まれたわけで。堀江さんもやっぱり影響力ある方なので、餃子問題のせいではないですね。堀江設計図の君の発表が遅れてるのは餃子問題のせいではないです。え、なんで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 笑ってんの、なんでお前が知ってんねんって話か。確かにそうなんですよ。なんで知ってるんですか。内緒です。小崎さん何でも知ってますね。小崎さんが何でも知りすぎてて怖いんですよ、ね、怖い。なんでこんなことまで知ってるんだっていう。例えば、いや、まあ今日話した内容です。今日話した内容は別に DM で送られてくるだけやからさ。なんでそんなに情報が尾崎さんに集まってくるのかなって。それは信用されてるからだよね。まあ信用と信頼の尾崎さんですから、ね、っていうかお金ないし俺。なんか自分が尾崎さんに400万円貸してるっていう話。そうなの。そうなのって自分もリツイートしておきました。片岡が俺に400万貸してんの。だから自分も、え、そうなんですかってリツイートしておきました。なんかそう、そうみたいですよ。あ、反転させた方がいいかもしれない、自分いないんで。あ、そっかそっか。いやいや、まあこっちまた戻るやろ。また戻りますけど、ちょっとよくわかんないですね。皆さんの顔を見たいことが多いと思う、都知事選の宇都宮さん推し赤組ツイートといい、餃子にとっては迷惑な話。餃子事件は良い社会問題の議論を生んでいるかもしれない。あ、なるほどね、ちょっとね、よくわかんない。餃子屋ファン VS 高文ファンっていう感じでもないんだよね。別に悪いとかいいとかじゃなくて、論理的にどうなのかって話で、別に今回の別にあの堀江門がいいとか悪いとかじゃなくて、そのお店にね、マスクをしてない人は入店できませんって書いてったら、その入り口にね、入らないで終わりじゃんっていう話。そうそう、そこにあえて入ってって、あえて入っていって、どこまでその一口食べるごとに外すんですかとか、でそれもなんか予約をしてる人しか入れませんって書いてるわけじゃん、そうなってくると。それはなんか何、いや俺が見たその堀江氏ツイッターと餃子屋さんの言い分ね、ただ質問してただけで帰れとか、いやでも逆に情報不足してたら世界投資者にはなれない、その通りだ、ね、そう、情報が仕事が入るから。そうそう、でもしょうもない情報はでも減ってきたよ、やっぱり。ああ、よかったです、そんな読めないからね、物理的に時間が。さっきのはでも本当ね、俺どうしたもんかなと思って。いや、それは本当そうっすよ。カリエさんはマスクしてたんですよ。で店も入って、あ、そうそれは知ってるわ、ちなみに自分のマスク警察の件も、あれどうなったの、結局動いておりますので。あ、警察沙汰にしてんの、絶対した方がいいよ、あ、舐めてるよあんな、本当に N 国にとって舐め散らかしてるのね、舐め散らかしてるよね。堀江貴文さんのチャンネル登録者120万人、影響力大で参院選で100万あれば 2% いきます。それはね、ちゃっぱりとしっかりとね、で電話番号も自分相手に知らせてますから、
餃子店にクレームが殺到したからといって世論が堀江派ではない、そういうそんな単純な話じゃないですね、うん、ありがとうございます。あの堀江門のチャンネル登録者数が120万人いるからといって、堀江門が例えばその参院選に、例えば衆院選とか参院選で出てその人たちが全員入れるかっていうのは、僕はそんな感じじゃないんじゃないかなと思ってますけど、ね、まあそれはそうです、ね、うん、それは入れないと思います、はい、そこは必ずしも結びつくもんじゃない、うん、いやだからそこはだから立花が大体13万回ぐらいだったんだよね、うん、その参院選の時のチャンネル登録者数が、で大体それぐらいの数入ってるから、立花のチャンネルぐらいの濃さだとそれはあり得るかもわかんないけど、うん、っていうことだよね。そうです、堀江さんの濃さだと、うん、果たしてそこまで、まあ半分は入らないと思う、堀江さんはアンチも多いので、うん、アンチも登録してるでしょうし、うん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 、別にどっちがいいとかどっちが悪いとかいう話じゃなくって、論理的に考えて俺だったら、そのそもそもあの入り口にあのマスクをしてない人はお断りですっていう風な店にわざわざ入って質問しないって感じかな。そうなんですね、うん、でその時にだからホリエモンが書いてたのは、それは俺がちらっと見ただけだけど、これで昼飯食えないとか書いてたから、いやいやいや、それは抜けばいいだけって感じ、俺からしたら昼飯食わんかったりだけの話やんみたいな、コンビニで買えばいいじゃんとかいう感じかな、うん、うん、まあでも自分はそこ聞きますけどね、うん、マスクその聞いたら、まあだから質問するとしたら、質問するとしたらだから逆にあのすごい丁寧に、はい、すいませんけど申し訳ないんですけどって言って言わないとダメでしょ、それは、うん、まあそうですね、自分はそう言います、うんうん、登録者数やフォロー数は当てにならないですね。上杉さんのツイッターのいいねを見るとディスってませんよ。要するにこれはどういうことかというと、遠回しに上杉は、あれですね、フォロワーとかを買ってるってことですね。審議のほどは11月になったら、分かると思います。呼吸器が悪くマスクをできない人を排除する合理性があるのか。41餃子うんぬん、そうですね。うん、今日もでもやっぱりあれ、行った時にさ、マスクつけてやってたじゃん。あのお祓いっていうかさ、ああ、はいはい、祈願をさ、ええ、やってるとしんどいもんね、やっぱなマスクな、まあ確かにそうですね、鼻からやっぱり息ができなくなるからさ、なると、うん、しんどいよね。あ、大嫌いなんだ。もう俺はそこまで嫌いっていうか、まあ面倒くさいなぐらいの感じ。ああ、じゃあ本当は裸がいいんだね。裸族やな。そう、上杉ね、30万フォロワーとかね、そんなんね、買ってるに決まってんじゃんみたいなね、あんだけ登録者数、あんだけフォロワーがいてね、いいねの数がね、あんなに少ないからね、ありえないですからね。で、この間ね、なんかね、見たらね、700人ぐらい来てたんだよね、YouTube のライブに。で、それのなんかコメントが本当にしょぼかったから、多分あれは、あれも多分買えるんだなと思って。あ、ライブ配信の数も多分あれも買えるんだなと思って、うん、餃子あるんだけど、あるの餃子餃子あるんですか、餃子の注文じゃないんだけど、餃子質問したのはいろいろ細かいルールが書いてあったから、食べるとき以外はマスクしない、そのいろいろ細かいルール書いてあったっていうのは、それは あれなんかな、店の中の話なんかな、マスクして入れより黙って食べるの方がまだわかる、うん、いいねが少なくてバレると思わない、あのね、バレてもね、あのね、要するに、いやいや、それは知らんふりするっていうか、突っぱねれば別にいいんですよ。でもさ、カエサルさ、逆でさ、都民ファーストがさ、コロナに対して言うこと聞かない人たちを、そうだからそこも返さる、だからそれ両方とも見といて、だから都民ファーストが12月の議会で出すらしいから、でそこで多分PCR 検査を義務化すると思うよ、うん、だそこでもう一回だからその政府対東京都の対立になるんだよね。そうですね、 PCR 検査って、うん、あれは本当に、うん、コロナ陽性ってことなんですかね。いや、よくわかんない、それ PCR は厳密にコロナではない。そうですよね。そうだから、なんかもうそういうところもいろいろと
ちゃんと議論しなきゃいけないと思うんですよ、マスクの有用性とか、PCR がどこまでその信頼できるのかとか、そういうところも適当にして、検査しとけばいい、マスクしとけばいいみたいな、そんななんか感情みたいなことでやってるので、そこら辺はちょっと、もう少しちゃんとやった方がいいんじゃないのかなっていうのは思いますけど。福岡さんは戸田で、大橋さんと会ってどうでしたか？いや、普通に。俺も別に大橋さん仲いいもんな。はい、自分は大橋さんと仲いい。俺も別に仲悪いわけじゃない。悪い人いないですよ。俺は一方的に大橋に嫌われてるだけで。うん、なんだかんだ、今は仲悪い人っていないと思いますね。マキアラもね、はい、態度変わったしね。マキアラさんとも仲良くなりましたし。餃子についてる仲良くなったかというか、まあ、嫌われてはない。今日もめちゃくちゃ頑張ってたね。お疲れ様です。宇崎正則さん、こんばんは。宇崎さんは、宇沢博文社、東京大学名誉教授の社会的共通のどのようにお考えだ、また色々社会的共通資本ね、ちょっとぼやっとしてますよね、概念としてね。N 国党で社会的共通資本について見解がある人は多分いないと思いますね。そうね、カエサルはだから菅が小池を締め上げるのを期待してるっていう、それな、なかなかでも難しいと思うよ。そんな単純にはいかないと思う。片栗粉でも美味しい羽はできるんですね。自分はいつも小麦粉でやってましたね、佐藤さんと同じ。これは多分ギリギリ越したぐらいじゃない？ちょっと悔しいんですよ。ライバルだ、ね。最近越されたんですよ。でもね、面白くてね、1850まで行って、60に行って、50に戻って、60に行って、50に戻って、60に行って、70に行ったけど、また60に戻ってるから。一人暮らししてる時も中華ぜひお越しくださいませ。おざきハウス in 岡崎。ゆこんさん、彼は坂田の時に見限りました。誰のちょこちょこやと思う。あはい、そう、代表はシューマイ。そうですね、崎陽軒のシューマイでやらかした。自分はやらかしたとは思ってないですけど、崎陽軒は結果的に売り上げ伸びたからね、あれね。そうですよね、うん、宣伝してあげたっていう。そう逆にそれまで崎陽軒とか知らんかったからね。はい、なんか食べたくなっちゃいましたもんね。俺実際食べたよ、新幹線。年末に帰るときに食べたと思う。確かに美味しいな。片岡さんは平塚の渋谷フェスには近づかない方がいいと思いますか？森の人さん、そうなんですか。友達さん、今度一緒に行くみたいな話しましたよね。何？平塚さんのクラス。行かない。行かないよ。なんでですか？興味ないもん、別に。その辺の話。じゃあ自分一人で行くしかないですか？それはもう片岡が行って、名前を聞いて、じゃあ。ね、別にクラスターフェスに参加するわけじゃないですよ。いや、それはわかるけど、別に。あそこで、自分一人で政治活動しよう。あ、そうな。平塚は逮捕されるよ、その情報があるって。でもそれはなんかそういうこと言ってたよね、立花もそういうこと言ってたよね。ツイッターなんか、なんかいろいろ情報は流れてますよね。やっぱりあそこを独占するっていうのはあんま良くないと思います、ね。ていうか、それやっぱり完全にでも、それはね、ダメだよ。うん、やっぱりあそこみんな集まる場なので、で政治活動した人たくさんいるわけじゃないですか。そうだね、それは本当ダメだと思う。それはやっぱりうまく調整して、我々はちょっと2時間ぐらいやりますって言って、でまあその後やってくださいっていうような、ね、そういったうまくすり合わせないと、自分はずっとやりますっていうような、なかなかうまくいかないですよね。そこまで露骨にやるのがね。そう、掛け蔵さんお坊さんになってましたよね。あの目が何だあれで。どうだったの？ガランサとマナコっていう、あの政治団体の宗教団体。宗教団体作ったの？確かに。宗教団体作ったら難しいで。めちゃめちゃで、めちゃめちゃハードル高いよ。そんな動画作って。宗教団体は。渋谷で波を放蓮華経って言ってました。結構
そうかみたいな感じ。宗教団体で簡単に作れんからね。税制が優遇するから、政治団体と違って。これ宗教団体。いやでも、ね、いや宗教特に、まあ、法人は。あ、宗教法人か。法人は作れないけど。団体はいけるか。法人はあれなんですよね。団体はいいのか。宗教団体作って。宗教団体。確かに10年ぐらいやらないと。うん、そう法人になれないんだよね。はい、団体ならいいのか。長い時間必要なんですよ、うん、宗教のその法人作る、うん。法人はそう、ダメなんだよ。日中にやれば作れるんですけどね。でも10年ぐらい待つって。取り調べ室は拷問ですって、怖そうさ。拷問室。ああ、鎌倉チャンネルさん。そう、南無法蓮華経ですね。南無法蓮華経、南無法蓮華経。うちの母親は100万遍ぐらいやってましたね。なんか幸福ポイントみたいな頭に。よくわかんない。全部言えんの？全部空で言えましたけどね、私、うん、ただもう中学校ぐらいから全く触れてないのでもう忘れました。多分合唱団とか入ってましたから、ね、うわすげえな。太陽の子合唱団ビーベイ負けない心を燃やしてやって歌ってました。日練習か。ニラテンさんでもなれますからね。なるほど。簡単に作れるは作れるんですけど、やっぱり宗教法人に法人になる。法人はだから法人はね、数億かかるで。だから大体宗教法人作るときには幽霊を買うよね、うん、そう、うん、でそこをダミー会社にして、うん、悪用するっていうのが多いよね。結構ガランサスのマナコが何をやってるかわかんないですし。ああ、鴨浦チャンネルさん、うち日練習、そうなんですね。最近、掛け蔵くんが昔の掛け蔵らしさを取り戻してきたから嬉しい。確かになんか、昔の掛け蔵参加に出てきましたよね。茂原市議選にも出すらしい。茂原は前橋はい。茂原は前橋でしょ。前橋さん。自分が昔政治団体と宗教団体を同時に作ってるんだ。自分は何でしたっけ、なんたら網ってところに住んでる。小原市の隣の何網だっけ、そこは結構長かったんですよね。いや自分の社会人時代働いてたところはだいぶブラックでしたよ。ブラックというか法律すれすれのことを多分やってた、うん、法律すれすれ、多分アウトだと思いますけどね。契約違反なのかどうなのかわかんないですけど、保存室で殺菌とかしなきゃいけないのやってなかったりとか。よくあるよそういうのって。それで契約違反ぐらいな感じなんですかね。もう それだと食品衛生法とかそっちになるから。そうですよね。契約とかそういうもんじゃないよね多分、うん、それで例えばさ食中毒とか出ちゃったらさ、はい、アウトだからね、うん、自分が取り扱ってたのは福祉用具なんですけどね、うん、福祉用具のレンタルなんで、はいはいはい、レンタルして介護用ベッドとかを貸し出すじゃないですか、うん、でそれを持って帰ってきて綺麗にしてまた貸し出すっていうやつなんですけど、うん、その綺麗にする段階をもうほこりはたきだけパパパって。まあそういうことね。うん。でもやっぱりそこにだから何らかしらの湿気とかしたりし、うん、血とかもついてたりして。まあそうなるとね、感染症とかがあるからね。はい、やっぱりそういうのもあるので、うん、難しいよね。まあ絶対にダメなんですけど、そういうのもあって自分は辞めたって思って、うん、こんなのに関わってられない。うん、さんはん、そういえば大橋さんが岡崎は絶対無理という発言の動画を政権さんが上げてました。ああ、自分もその横で聞いてましたね。それは個人的には厳しいから応援してあげてと言ってほしかったですが、うーんまあ確かに地方担当の副党首としては応援してあげてって言って
ってほしかったっていうような思いはあるかもしれないですね。まあでも立花投手も絶対に無理って言ってましたからね。何岡崎、はい、そんなことないと思うで。小野沢さんは岡崎いけるんじゃないかっていう動画出してたので、だからなんか立花隆史 VS、 あ、それは知ってるけど絶対無理っていうことはないと思う。いや、その絶対無理っていう、うん、その根拠は何なのかなって、なんか周りが吹き込んでんでしょ、うんうん、その絶対無理って言えるだけのね、だってぶっちゃけ立花はその弥富新座の時に、新座の初日の時に弥富が供託金募集ライン割るかもしれないと俺が言ったら、それはないや、それいくらなんでもそれはないやろって言ってたから、今はもう基本的に関心ないと思うよ、うん、その地方選で地方選をだから戦って、でそのコートを実現したわけだから、その国政選挙しか興味ないと思うし、俺はそれでいいと思ってるから、うんうん、尾崎さんも地方選挙にはこれから力は入れない。あれ、はい、俺は別にそうは言ってないけど。でも岡崎がガチでやる最後の地方選挙、まあ、今のところはって言ってました、ね、頼まれないとやらないって感じ。なるほど、うん、あ、そういえば戸田で久保田学議員も来られてたんですけど、うんうんうん、自分多分久保田さんと結構よくしていただいて、うん、八王子には絶対応援行くからねって言ってもらいましたね。すごく嬉しくて、片岡君がめちゃくちゃ頑張ってるねって。地下はちょっとずれてるんですよね、統一じゃないので。そうだね、うん、いやありがたいですね、本当に。本当にいろいろな方から支えられて、自分も本当に頑張ってたおかげか敵もいなくなってありがたいです。もう最初は敵しかいなかったんですけれど、なんだかスパイとかも言われて、戸田市与儀さんのあなたの音の女性の方、うん、この人が受かりますね。戸田はあの顔では受かるやろ。受かりますね、女優の方、うんうん、この方が受かったら結構その立候補予定者も控えてるみたいで、次もし出るとしたら25歳の司法書士の人とかもいるみたいなんで、お結構人材揃ってるんですよね、あなたのと。戸田で勢いついたらあなたも化けるかもしれない。小野沢の予想は甘すぎるやって、ウコンが。うん、まあ確かに末永さんが出てたからっていう、そ、まあそれはね、を基本にした分析だったので。だから、あとはやっぱりその、首都圏と中部圏と近畿圏で全然違うしっていうのとかを、要するに計算に入れれないので。だからそこなんですよね。うん、だから、まあ分かんないよそれは。だからそれ絶対に受かるとか絶対に受からないっていうのは両方ともないから。ないから、はい、まあまあやれるだけやるってことですよ。選挙は水もんですから、うん、まあ確率を上げることはできるけど、うん、できるけど、うん、あの絶対っていうのは確率を上げるために来ております、支援部。いや、絶対じゃない、意思をちゃんと持ってこらないとダメ。もうそろそろ脳みそ使い始めろ、ちゃんと選挙でも。その通りですね、うん、脳があんまり回転できてない、うん、うん、だから坂戸のね、時点を忘れてるし、間違えるっていうか忘れてるし、その地方選に興味ないので、うん、興味ないって言えばいいんだよ。だからもう俺は今もう見てないって言えばいいんだよ、別にそれは、うんうん、だから大橋に任せてるんだっていうふうに言えばいいんだよ。そうですね。掛蔵君はまず嘘つきを直さないと。そうですね。掛蔵さんやっぱりちょっとデマを流したりするので、うん、そこの部分はちょっと直してほしいですね。片岡正成が結婚したらしいですっていうのを信じられて、本当に信じた方から結構言われましたからね。片岡君結婚したのって言って、すごいね。いや、どこ情報なんですかって言ったら、掛蔵さんのツイートだったので、
うん、飲むでやっぱ中心ちょっとね、デマが多いですね。スーパーとかある程度行かないとないんですよね。うんうん、なるほどね。あ、片岡が行くとこ落選なしにしなくてはダメだぞ。コマソンさん、ありがとうございます。自分も最初の頃は全て当選してたので、まあ、横国全部当選でいけるのかなと思ったら現実は甘くなかったですね。最初の方は本当に全部当選してましたけどね。三宅さん最初、一番最初にボランティア行ったところで三宅さん受かりましたし、古谷さん、小野沢さんと受かって、あと海老さんも選挙結構携わらせていただいて、海老さんも受かりましたし、うんうん、あと朝霞の原田さん、うん、そう、前は結構すごい当選率だったんですけどね、ちょっと挽回していきたいですね。この連続敗戦ストッパーがまずは畑山さん、そして次につなげていきたいですね。戸田氏と、あと前橋市と群馬県前橋市の前田美賀子さんと、あとは倉敷市ですね。で次が2月とかなのかな、2月とかに伊賀でしたっけ、伊賀市の門田さんが確かあったと思うので、あ、全部取りたいですね。尾崎さん、門田節代ちゃんと何かあったの？いや、別に何もないけど、ブロックされてる。自分も何もないんですけど、ブロックされた。あ、4月に尼崎あるんですね。なるほど。4月か。これででも大体分かったな。東岡崎、岡崎、岡崎駅ってのはどこな？4月の尼崎市は正直受かると思います。下になりましたね。尼崎市の最低のパーセントが1点前半のパーセントなので、ここに来る人間っていうのは必ずしも市内から来てるとは限らないんですよ。まあ尼崎は通りますね。どっちかっていうと、その豊川と関係も近いし、分かりやすい選挙が多かっただけだから、市内から来てない。確かに場所のあれはすごいあると思いますね。この候補者はね、ぶっちゃけあんま関係ないっていうのがこの結果で分かってきてることなんじゃないかな、うんうん、この間のね、それ思いますね、うん、でもやっぱりなんとなく当然そのね、あの勝った負けただからさ、その候補者に紐付けするんだけど、どこだから勝ったとか、どこだから負けたってなるけど、誰だから勝った、誰だから負けたっていうのはあんまないんじゃないかっていうのは、もちろんゼロではないよ。当初はなんか掛け算でやってましたね。その、ああ、そうそう。立候補者、かける、うん、出る場所、かける力の入れ方で。うん、で、当選が決まるっていう。まあ、立候補者が、まあ、相当ポンコツすぎたら、まあ、めちゃくちゃいいところになっちゃう。うん、それはね。うん。かけるがゼロになっちゃいますからね。こういう感じです。岡崎と東岡崎。うん、なので、岡崎駅の方がどっちかというと、ここからここ行くの？どうやって行くの？バスがあります。電車ないの？電車はないです。ある感じ。だからここでやる。一番ポンコツだったのは大久保さんというのが僕の分析です。高山さん。まだ協託金は終わってないで。でもあれもあれやで、服部が本人的にはね、服部はどうやってその協託金募集ラインを割らないようにするかっていうのをやってたんで、いろいろ分かってきて、いや、ね、そうですね、うん。だから僕が応援に行ったから勝ったとか、僕が応援に行かなかったから負けたとか、そういうことじゃないです。ないです。それだけは間違いない。原告は今後受かることより選挙に出て主張することを目的とするわけです。うん。それも
も全然ありだとは思いますけどね、まあ、もちろん受かったら万々歳ですけど、でもやっぱり梅選挙でも出たいっていう人山ほどいるので、そういう人に公認与えても自分はいいのかなと思うんですけどね。そしたら日本全国で全国選挙ができる。まあでも超簡単に言うと、そういう人が出て、はい、まあ、特にあんまりね賢くない人が出て炎上とかをしたときにその評判が落ちるだけだったらいいんだけど、その実際現実的なトラブルをどうやって解決するかっていう問題があるのよ。それを例えば、いやもうね、片岡はね、でもそれはもう大橋さんが選別してくださる。いや選別っていうんじゃなくて、問題が起きるの絶対。問題が起きないような候補者を公認する。問題が起きないような候補者はそもそも梅選挙で出たいって言わない。言わない。言わないですか。言わない言わない言わない。だそもそも売名だもん。売名っていうことは何をする。まあ売名って言ってもその自分の売名じゃなくて党の売名したいっていう人もいるとは思いますよね。いやでもそこは分けれないから。そう、そこの真意って分かんないじゃん。まあそうです、ね、うん。で例えば党の売名をします、公認しました、選挙始まりました、蓋を開けたらトラブルの部分で言うのであれば、うん、その補選とかだったら、あのポスター貼りとかだけだったらトラブル起きないじゃないですか。だからその例えばこの間出たね、はい、あの近藤先生の奥さんみたいなね、うん、形はそれは理想だけども、うん、やっぱりそこで大久保みたいに自分が立候補したら勘違いしてしまうんだよ。そう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 、なるほど、うん、ああそういったこともあるわけですね。でも次の日野の補選とかで、いや山田なんかも完全にそうでしょ、前言ってみたら、うん、日野の補選出てちゃんとやれば本選は絶対通ると思いますけどね。必ずしもね、その補選に出て売名したからって言って本選で通るとはね、わかんないね。まあ関東で、関東であったとしてもね、まあまあ、まあ、まあ通りやすいところですか、ね、うん、通りやすいのがあると思うよ、うん、確かに。最初多田さんが日野でって言われてましたからね、うん、そのぐらいのところではあるので、日野を削っちゃうっていうのは、うん、どうなのかなっていうふうに。だから結局今の今までのね N 国っていうのは、要は自分たちのテリトリーで分かる選挙しかやってこなかったから勝率が高かったっていうだけなんだし、うん、だよね、多分。まあここに関しては全く分からないですからね。だからね、何が起きるか、その自分たちが得意とする都市型選挙、うん、典型的なはフォーマットができてて、それに対する表読みができてね、人の動きも分かるから予想ができる。そうですね。じゃあ北海道のね、ど田舎、うん、沖縄、うん、九州の果て、もしくは日本海のどこね、片田舎、じゃあそこ行ったらどうなるのか、うん、って考えた時にどうなのかな。鹿児島はどんな感じだったんですかね。鹿児島はまあ悪くはなかったけどね、うん、でもやっぱりその服部が長野でやったじゃん、終わった時にね、はい、立花が、あ長野無理やったら福山も鹿児島も無理やなっていうのをその段階で言ってたわけよ、うん、だそのやっぱり簡単に言うと、日本全国でどれぐらいの、まあ、地方都市なのかとか、まあ、田舎なのかとか、そういう話になってくるわけよ。うん、そう。それで言うと、まあ、今のところ首都圏しか無理だよねっていう、っていう話。感じだね。なるほど。まあ、例えば、それに加えて、その地域のね、産業の特性だとか。もちろんあるし、東京は二次産業三次産業が多いに関して、例えば愛知県は
一次産業を基盤としてるから、そもそもの構造が違うよね。もちろん電車社会と、まあ片方が来てるから分かると思うけど、ね、東京の電車社会と岡崎の車社会、はい、全然違うでしょ。そうですね。うん、じゃあそうなった時に N 国が得意とするフォーマットを当てはめた時に勝てるのかどうなのかって言ったら、それは勝てんよね。まあ無理ですね、同じやり方で。そう、勝てたのは何でかって言ったら、自分たちが得意なとこを選んでたからね、意図的に。ていうか選んでたんじゃなくて、いろいろやってるうちにこういうところだったら勝てるっていうのが後から分かったんだ。まあそうですね、うん、演疫じゃなくて昨日なんだよ。でも高騰になったから知名度も上がってるから、そうじゃないところでもう勝てんじゃないかって言って、いっぱい立てたけどなかなか大変っていうのが今ここや。まあそうですね、うん、難しいよね。だ本質的にやっぱり一番の問題は、うちがその有権者に何を求められてるかっていうのを自分たちも分かってないってことなの、はい、そうですね。結局は民意ですからね。まあ民意っていうか、まあそのまあ需要と供給がね、はい、合致してないってことなのよ。需要があれば確実に通るからね、はい、うん、需要がなければいくら金つ、ね、かけてもビラ撒いても何しても、うん、ね、そこに需要がなければ、はい、絶対勝てないよね。集金人からお守りしますって言っても集金人でも、そもそも集金人が出回ってなければね。そうそう、で少なくともだから3月以降は、4月以降はやっぱコロナはでかいと思うよ、うんうん、それは確かにあるかもしれないね。いやコロナはすごい大きいよ、うんうん、だから人の動きは変わりましたからね、うん、もちろんね、立場の人がどうのこうのとかっていうのもあるけども、どっちかって言ったらやっぱコロナの方がでかいんじゃないかなと思ってるけどね、俺はね。あ、そもそもN 国がその基本としてる集金人の問題が止まってるっていう状況だからね、やっぱり、うん、ぼちぼち開始されてますけどね、うん、ただまだ少ないっていう感じではありますね。あと立花さんはそれは非弁行為なんじゃないかっていうのを出したあれで集金人はやりづらいっていうのはある。でも末端の集金人ってさ、多分気にしてないと思うよね。気にしてないですかね。あ、でもね、やっぱりね、本当に価値の悪いのは、うん、NHK が辞めさせてるって言ってたから、うん、それはあると思う。まあ、明らかにね、そこに抵触してくるような、えげつないことをやる人間はそうかもしれんけど、そこもやっぱり。いや、でもそれはだから、当然国民にとってはプラスだけども、党がその地方議員を増やすっていうことにとってはマイナスになりますからね。それはだから簡単に言うと、教育とか医療がうまくいったら、あの病気の人がいなくなるので、教育者と、うん、あの医者は食いっぱぐれるっていう話と同じなの。そうですね、うん、だ別に、地方選に通らなくなってるっていうことをマイナスに考える必要はない、うん、まあ、いいことですしね、集金人がいないっていうのは。うん、だからね、党首が言ってたように、集金人問題がなくなれば、党が解散するっていうことはそういうことだから。いやでも、スクランブル化をしない限り、本質的には解決しないから。そうですね。うん。だから、スクランブル化をすることで、その集金人の問題を完全に解決はできるんだけども、コロナで見えなくなってるだけで、集金人問題が解決してるわけではないけど、うん、根本的な解決はしてない。マシにはなってる、ええ、人の動きは制約することによって若干緩和されてるっていうだけのことで、根本的な問題は何ら変わってないってことです、うん、制度そのものが変わってないわけだから。
だからその制度を変えるためには、やっぱり、まあ、国政で、まあ、まず 5議席、10議席、15議席とかやって取って、プレッシャーかけるしかないんだけど、与党に。そうですね。うん、でそれをどうやってやるかみたいなところで手探りでやってるっていう状況で。うん、でなんとなく最近感じてるのは、選挙も大事だけども、裁判の判例作るっていう方向にちょっとずつなんかもう一回戻ってきてるのかなみたいな。原点回帰してます、うん、してると思います。だこの間 NHK に映ってた深澤君とかは、地方選もまあ大事なんですけど、僕は裁判すごい大事だと思ってるので毎回来てますって言ってたから、うん、だから片岡もそのビラ配りはすごい大事なんだけども、はい、頭を使って立花がやってることあるでしょ、はい、ああいうことがああいうことを何やってるかを理解してできるようになってほしいわけですよ、うん、その段階にちょっとレベルアップしないと、はい、自分も本当に成長していかないと相手が伸びれないので、これから頑張って成長していきたいと。長期的にはまあ今日ね、 N 国の中にも若い優秀な人が増えてきましたねとか言って、はい、僕のことですかって君自分で書いてたけど、はい、まあ片岡とか、まあ、柚塚みたいなねレベルの人間がやっぱり若いけど、はい、増えていくっていうのがやっぱり重要だよっていう話だよね。うん、でそこでやっぱりああこの単にねおっちゃんらが集まってるだけじゃなくて若い人たちもいるから、はい、応援してみようかってなるわけで、それはありますけどな。そうっすね、餃子の話から。僕らは一生懸命やってるんですっていうふうにところでね、はい、まあ、僕は一生懸命やってるんですっていうのよりももう一歩先に行くとしたら、もうね立花さんはその裁判大変なんで、僕がね弁護士さんとかとも全部話つけてやるので任せてくださいとか言えるぐらいまで勉強しないとダメ。今の行動力に理論武装ができたら最強だよ。だからまあ片岡はまあそのなんかメディア的なセンスとか炎上的なセンスっていうのあるから、はい、そうじゃなくってさっきのだから、まあ、法律論とか政治論みたいな餃子の話もさ、はい、そのどういうふうにすればうまくいくかとかじゃなくて、はい、原理的に考えてどうなのかみたいな話があるわけですよ。そうですね、うん、そもそも必要ないやん。